はい、どうもこんにちは、たかしです。今日も元気にいきましょうぜ。やるー。さあ、今日はこちらでございます。はい、マックで新しいハンバーガーが出ました。お、その名も、うん、ヤッキー。お、ヤッキーね。ヤッキー、うん、それちょっと今日買ってきたので食べたいと思います。お願いします。さあ、うん、ちょっともう出しますか。出そう、最初に出そう。出そう、出そう。さあ、お、あれ、なんか美味しそう。それが美味しそうだろ。おい、おい、紫だろ。これがヤッキー。そう、プリーズコールミーヤッキー。あ、生姜焼きバーガーだから生姜ヤッキーってことね。あ、なるほどね。生姜ヤッキーバーガーってことか。あ、じゃあ、はい、これだからヤッキーで、これで2ヤッキーだ。そう、2 そういうカウントするんだよ。3個だったら3ヤッキ ー, ッキーで、一応ヤッキーの他にもあと新商品が、うん、これね、俺ね、気になってたんですよ。こちらでございます。和風ポテトフライ大学芋の味。今日大学芋のポテト。だからそれ多分これかけるんでしょ。これかけないと普通のポテトなのかな。じゃない？ほら、大学芋のタレ。タレ。俺大学芋超好きなの。超好きよ。大学芋は大学生が食べちゃダメなんだ。いや、そういう意味じゃないし別に。そういう意味じゃない。俺小さい頃から食ってたよ。幼稚園で俺が好きってなんだったら。超混ぜてんじゃん。最初にちょっと情報をあれしますか。なるほどね。生姜焼きバーガー。ここの焼きを、生姜焼きをもうヤッキーっていう癖がついちゃって生姜焼きバーガー、生姜焼きバーガー、ヤッキー。これ200円です。で、肉はポークだって。あ、まあ生姜焼きだからね。あ、そうか、豚肉だから。そうか、そりゃそうか。普通に当たり前のことを俺噛みしめちゃった。で、大学芋、これは俺ね、ずっと気になってたんですよ。要はポテトにこれをかければ、うん、要は大学芋。じゃあ開けた状態でやっぱ普通のことなの。じゃあ、ちょっとまあ後で読みましょう。330円だって、これは。はい、で、食べよう。よし、じゃあやっぱヤッキーからいきます。はい。お、あれ、なんかこれ食べたことある。マックポークに似てない。まあ生姜焼きだから近いんじゃない、やっぱり。なんかマックポークっぽいよ、すごく。マックポークっぽい。俺マックポークすげえ好きだったんだよ。ちょっと食べよう。いただきます。うん、うまい。あ、生姜焼きだ。うん、うまい。うまい。生姜焼きだね。うん、でも生姜はそんな強くないね。その生姜、生姜してないね。まあそれしてたらね、嫌だもんね、生姜焼き。うん、嫌だもんねえけど。そのコメントをさらっとするなよ。いや、あ、玉ねぎ入ってる。玉ねぎ、レタス、タレ、うん、お肉って感じだね。うん、美味しいよ、これ。うまい。めちゃくちゃうまいな、これ。うん、最初はね、大食いしようと思ったんだけどね。うん、普通に俺、うん、この前にサンドイッチ2個食べちゃう。え、これ取るって決まってなかったら食べてなかったし。うん、完食。もう1個食いてぇな。うん、じゃあ次これ食べよう。俺これちょっと期待してるんだよ。はい。あー、やっぱ普通のポテトだ。あー、じゃあ俺半分かけないで食べるわ。いや、それお前何のためにこれ買ったんだよ。いやいや、ただのポテトだぞ。え、お前そしたらただのポテト食ってる人と全然なんか違うじゃん。あ、そっかそっか。でもあれそんな食べないですよ、大学芋の方が。ちょっと甘い。あ、そうなの。そう、いや俺まあちょっと本当にうめえ大学芋って。ちょっとしょっぱいな。甘じょっぱいの。うちの大学芋超うめえから。そんな、うちのばあちゃんから受け継がれてた。気をつけてさ、急にブーとかやらないでよ。怖いから。話しながら。危ないな。話しながらもうちょっと割れてやめろよ、話しながらやるのは。え、じゃあ何、君かけない。いいよ、かけていいよ。じゃあかけちゃうよ。うん、はい。おー、ほんとだ。あ、大学芋だ。大学芋だから。でも、じゃがいもにこれをかけるってことだからね。どういう感じになるの。大学芋って芋でしょ。さつまいも。あ、そうか。そうそうそう、芋が違うの。そうそうそう、ポテトじゃない。あー、さつまいも。芋は芋だから、芋だから芋でいけんじゃない。芋、芋うるせえ。芋すげえうるせえ。こんな感じですよ。うまそう、普通に。なんかもう見た感じ全然大学芋だね、まさに。うん、食べよう。はい、いただきます。あ、結構かかってるとこ。感想聞かせて。うん、うん、これ俺大好き。そう、あ、これうめえ。あ、待って、これ超うめえ。あ、待って、これちょっと定番メニューにしてほしい。あー、大学芋だ。もう今完全にあんま好きじゃない感じだったね。あー、大学芋だ。でもちょっと塩感もあるか。だからポテトにその塩っ気がついてるから、それにこの甘いタレが絡んで美味しい。うまいな。俺はこれ大好き。もうさつまいも大好き、うん、焼き芋とかそういう系大好きだから、これは本当好き。デザート感あるよね、スイーツって感じ。デザート、デザート、うん、女性は好きなんじゃない、うん、これ。あ、この塩っ気もたまらん。あ、これは俺好きだわ。でもうまいよ。うん、はいはい、完食。うまい。これも100点。
個人的に500点これ本当に美味しい、うん、多分さつまいもとかそもそも大学芋とか、うん、そんなに芋系好きな人はこれ絶対食った方がいいね、うん、これは本当おすすめだわ、うん、これマジでうまい、なんなら帰り買って帰りたいぐらい、また帰る、ま、これうまっ。はい、そんな感じでヤッキーと大学芋のポテトを食べてみてございました。はい、これはおすすめです、うん、ヤッキーも美味しいけど、うん、個人的にはこっち大好き、大学芋、ね、うん、大学芋、うん、はい、そんな感じでございました。今日も見てくれてありがとう。ぜひチャンネル登録お願いします。あ、明日も楽しもう。またね。